今日はレゴスーパーマリオのキャラクターセット3つ目を開けたいと思います。イエーイ。ちょっと前にこの2つが出て、これは別の特典セットなので3つ目ですね。かぶらないといいな。それじゃあ早速、ギリギリ開いてませんでした。今度こそ、これはちょっとこれに似てるような気がするけど、目が違いますね。これに似てるけど、の目が違うということは、もう一つのこっちの甲羅メット君ですね。じゃあ早速、説明書を見ながら組み立てたいと思います。まずこの足にこの曲がったプレート、もう一つ、まあ大体ここら辺は同じだと思います。この前のこうか、え違うな、こうだ。まずつけて、次もつけて、そしてパチンパチンとこのスロープをつけて、コーラをつけてからのこのタイルをつけます。そしてこのプレートに 1×3 のブロック、この丸い山みたいなパーツ、 1×2 ブロック、山みたいな1×1 ブロック、山みたいなパーツ、パチン。そしてこれでマリオのキャラクターなどが4つ揃いました。キャラクターセットは、まあ一つは特典でキノコなのでキャラクターと言えるかは分かりません。そしてメットはこんな感じ。みんなも作ってみてね。他の動画も見てね。バイバーイ。